久保さん何もやらなくても600万ですか。ね笑いが出ますよね。やらなくても俺いいな、みたいなね。<laughs> もうやらなくても600万入ってたぞ、みたいなね。<laughs> 何なんでしょうね。まあ、なんだ。あの、みんなね、まず、どうやったら稼げるのかっていうフレーズから、 やって稼げるフレーズになってまあほとんどの人はやらないから稼げるフレーズにはな,ならないんだけど今度やって稼げるステージになってねその稼いだお金を回していくと何もやらなくてもいいっていうお金がお金を稼いでくれるっていうね何なんでしょうねそうなんかねあの熟成さんから報告いただいていただきましてなんかペイペイで20万円ぐらい約20万ぐらいですか ああなんだああ運用してる人がいて一万四千ぐらいだったら入ってていやじゃないっすみたいなね <laughs> まあなんか10なんかあのー、なんだ銀行に預けるようにね全然いいっすよね銀行に二十万ぐらい預けてもねあの、うん、そんな入ってこないっすよねそううんだまあ まあ、知識があっても金がないとできないですから、ここに関しては。やっぱね、お金はやっぱ稼いじゃった方がいいと思いますよ。うん。で、あとはそれを、まあ、今度は違う知識ですよね。うん。久保さんが今やっていることは、知識がなかったらできないですから。で、お金もないとできないってことですね。でも、情報発信に関しては、知識があればできるんですよ。もはや知識がなくてもできるっちゃできるんですよね。まあ、知識がないとダメか。YouTube の、ね アップロードの仕方という知識がないとアップロードできないですからね。うん。ままず、まあ、人生を変える上で2つしかないんですよ。人生を変える、たった2つの方法ですね。たった2つというか、人生を変える方法でいいですかまあ、それは2つしかなくて、知識と行動です。もうこれのみです。あの、知ってやるってこれだけですね。 うんだから例えばまあ久保さんのステージの場合は知って行動するだからあこういう増やし方があるんだっていうのは知りますそしてそこにお金を入れる度胸だったり行動ですよねでこれで今増えてるもちろん失敗してるやつもある,であるだろうけども今うまくいってるやつで600万がいってるわけじゃないですかで久保さんの今のやり方は知識行動あとお金が必要なんですよねうーん だからベースとしてはやっぱ知識と行動。ここの基本的なベースがあるかないかっていうのは非常に大事かなと思いますね。まあ、久保さんが昔その度胸があるのかないのかっていうね、そこにぶち込めるかまあ仮想通貨なんかはね、もう全部度胸だと思うんですよ。まあ、何の根拠もないし、何の根拠もないって言ったらあれかもしれない、まあ、言葉があるかもしれないですけど、未確定要素があるんですよ。で、そのか、核、あの、なんだ。 自分がその通貨を作っていて、自分が運用、自分がそれを広めてるんだったらまだしも、結局その、広めている人のものを、なんか、いろんな情報を頼りに、まあ、大丈夫かなって,ってぶち込むわけじゃないですか。うん。だから、不確定要素なんですよね。うん。なんで、あの、度胸が必要だ、みたいなね、話を前にしてたと思うんですけど、ぶち込めるね。まあ、僕はすいません、度胸がないので、仮想通貨はやらないっていう、度胸がないから。 度胸はないからその分行動するってことですね。無料、無料をやりまくるっていう <laughs>。でもみんな度胸ないと思うんですよね。もうみんな、僕はチキン野郎であ、タイトルチキン野郎にしときましょうか。僕チキン野郎なんで、あの、度胸ないんですよ。だからもう本当に安牌を取るっていう。うん。だから度胸がないから従業員を雇えないですね、もう。 まあ、ある、ある、ある、まあ、こっちの表現で言うならばね、違う角度の表現で言うならば、度胸がないから従業員を雇えないっていうことでもあります。そのリスクを負えないってことですね。うん、そのリスクはバカバカしいと思っちゃうというか、負えないですね。うん、でも大きくなんか会社をしていく、うん、年商1000億とか、上場を目指すんだったら従業員必要だと思うんですよ。一人で上場企業の会社は作れないと思うんで、さすがに。 さすがに久保さん無理ですよね。たった一人で社長で <laughs> 上場企業とか無理っすよね、多分。これは無理なんじゃないかなできんのかなやってる人いるのかな一人で上場は無理でしょ。さすがに。うーん。でも、世界、日本全国ね、上場してる会社何社あるんだろうな。いや、でも、一人で上場は無理だろうな。まあわかんないですよ。いや、あるかもしれないですけど、多分、無理なんじゃないかなと思うっすよね、僕は。 一人でそれぐらいの規模感覚、信用を得ていく、売り上げを上げていくっていうのは、うん、ちょっと難しいかなとは思いますけどね。うん。うなんチキン野郎は、チキン野郎なりに、うん、やるべきことをやればいいんじゃないかなと思いますよ。うん。まあ僕も最終的にはね、余剰資金が出たら、余剰ですよ。余剰資金がある程度できたら、お金を使ってお金を増やすというステージには行きますけども、 確定ですよね。だけど、そこに行くまでは、まあ、やるしかないですからね。うん、久保さんも今のステージに最初から行ってるわけじゃないですから。最初は借金まみれですからね。<laughs> うん、だから、まあ、久保さんの今のポジショニングはもう、もう、隠居でもここなんですよ。なんで、いや、ここに行くためにはここ必要だよって話で。うん。ヘリコプターない。まあ その山頂、マ久保さんが山頂だと、山の山頂、富士山のてっぺんだとするじゃないですか。でも、ほとんどの人は、この、行かないといけないですよ。あの、登っていかないといけないんで。うん。ヘリコプターないですからね。お金があればヘリコプターで行けるかもしれないですけどね。<laughs> ね。あの、自家用ジェット機とかね。自家用ジ,ジェット機ありますか 自家用ヘリコプターありますかお金があればありますよね。で、それでね、山頂行ってね、おお、山頂こんな感じかみたいなね、行けるけども、もうお金ないですから、歩いていくしかないんですよ。地道にコツコツ <laughs> そうでも地道にコツコツ歩いてても、まあ、行けないことはないわけじゃないですか。まあ、登山、逆に言うと、その地道にコツコツやってって得たもの、富士山とかその登山をしてって、 そこでそのコツコツ歩いていったことによっていろんなシチュエーションいろんな失敗だいろんな危険だったりとかいろんな状況が物語となって面白くなるっていう一,一側面もあるしもちろん大変っていう側面もありますただヘリコプターで行っちゃうと確かにまあ山頂の景色は見れるんだけどなんだろうなそこの物語性がずっと欠けちゃうんですね旅,旅というかねうん旅という何だろう 概念はなくなくりますよねただ景色を楽しむっていう。うん。だからこの前、あやさんが来た時に、あの、秘境、秘境みたいな、まあ、滝があるとこ行ったんですよ。で、その滝の上にその、吊り橋があって、吉田さん、あの吊り橋行けんすかみたいな。行けますよ、みたいな。歩いて、どうやって行くんですかみたいな。いや、歩いて行きますよ、みたいな。多分そんなかかんないと思いますけどね、みたいな話で 歩き出したらもうめちゃめちゃ大変で結構もう梅雨だくで2人,2人でね梅雨だくで登ったら登りきったらなんか道路があってね軽トラ来てるんですよ「吉谷さん車で来れんじゃないですか」みたいな「いややさんいやこの苦労があるからこのなんかいいんですよ」みたいなで下山下山もしたんです下山っていうかちょっと降りてったもう梅雨だくだわけですよ、うん、で あの下の方にね、湧き水が出てた、湧き水がある場所があるんですよ。で、その湧き水、吉田屋さん、ちょっと行きましょうって言ってね、でその湧き水がめちゃめちゃ冷たいんですよね。めちゃめちゃ、もう梅雨沢じゃないですか、冷たいんですよ。めっちゃ気持ちいいんですよねで。うわー、顔、ぶわー洗ってね、あやさん、最高っすね、みたいな。いこれはこの苦労、梅雨樽で熱い思いじゃなかったら、この感動はないっすよ、みたいな。そうっすね、みたいな。確かに、みたいな。 だからねこの人間って面白くてまあこれカイジのね「班長物語」によりもあるんですけどあの何、ー、だろうな俺たち以上に美味しいご飯を食ってるやつはいねえとねその地下帝国ですげえまずい飯食ってるからもうこれがうまいんだというなんかその話があるんですけどやっぱあのー、非常に人間って面白いところでだから何だろうなかき氷もね あのクソ暑い中炎天下の中でガリガリ君とか炎天下の中でアイスを食うから美味しいわけじゃないですかじゃ氷点下でアイスクリーム食ってね美味しいって感じれないですよ久保さん感じれます氷点下でアイスクリーム食って美味しいってこれ結構もう鉄人ですよねそしたら <laughs> うんもうもうブルブル増えてねもうなんかこのあの こんななんかこんななんかう,うわーなんか霜眉毛に出てるみたいなそこでアイスクリームめっちゃ美味しくねペロペロ舐められたらね鉄人ですね <laughs> なかなか難しい僕はやっぱ無理ですねうんだから暑いからアイスクリームがうまいうん逆に言うと寒いから寒いからあのホットコーヒーの温かみを感じれるんですわこのなんかね 手が縛れ,縛れてねあの、冬とかそうじゃないですかあの自動販売機でねこのピッて押してコーヒーだって <laughs> あったかた、あったかいみたいなぬくもりを感じれるわけじゃないですかでもこのぬくもりを感じれるのって夏は感じづらいんですよだからこのなんかねバランス感覚っていうのがバランス感覚っていうか人間の構造というかねどういう時に喜びを感じるのかどういう時に美味しさを感じるのか まあどういう時に幸せを感じれるのかっていうとやっぱそのバランス感覚だと僕は思うんですねもちろん久保さんのレベルに行くと隠居してて何もその苦労しなくてもそのお金が入ってくるっていう状態になったとしても幸せを作れるというかね感じれるまあ隠居ですからもう鉄人の領域なんでまあいけるかもしれないですけど一般的には多分そういうのは僕は必要だと思うんですよねうーん まあ本当にご飯を美味しく食べるのってあの高級料理店に行くことじゃないんですよ実は本当に美味しくご飯を食べることってご飯んもう腹ペコになることなんですねまあ逆説というかいやでも事実なんで本当にめちゃくちゃ腹減ったという状態になってあのただのおむすびですよね白いおむすびを食べるだけでうまいになるんですよ めちゃくちゃうまいみたいなしし塩かけた塩塩おむすびなんだけどクソうまいんですよねうんだから本当においしいものっていうのは本当に腹減った時感じれるっていうねまあ僕はそう思うんですけどうんでもそれが満たされ満たされてるなんだろうな満たされてる状態で満たすと結局もう満たされてるのであのあんまり感じれないですよねでも コップがカラッカラになってる。満たされてないコップの中に水を注ぐとうまいんですよ。だから、その水分とかもそうですよね。あの、ポカリとか、アクエリアスとか、まあ、水でもいいんですけども、喉カラッカラになった状態で、この飲むとね、ふうどんどんこのな何もない状態が、うわぁ、うめーみたいになるわけですよね。うわぁ、生き返ったみたいなね。 でもさ生き返った、うわーみたいになるには、カラッカラにしないといけないっていうね。うん。だから僕ね、結構ね、このロジックですよね、この人間の,何この感じるロジックで、まあ、車でいろいろ移動するんですよ。移動するんですけど、まだ大丈夫だと。ガソリンね、ガソリンまだ大丈夫だ、まだ大丈夫だ、みたいなね。で、ランプ光るんですよ。ランプ光って、これ、あと何キロ走るんだみたいな。 ね、そうはそう、うわーこれ入れとけばよかったっていうね、入れとけばよかったって毎回思うんですけど、でもそのそうはそうはしながら走って、よし、大丈夫だ、ガソリン、やったー、うわーみたいな、ね、うお、満タンだ、気持ちいい、みたいなね。満タン、最高、みたいなね。もう本当にあの、なんだ、あのー、なんだ、あのー、コスモ石油ですよ。心も満タン、みたいな。 マジここ。な一回ね、もうね、本当にやばい時があって、もう山の中でちょっとランプ光って、いや、マジか山っつで、しかも Google マップでガソリンスタンドで検索してもないんですよ、山。てか、だかその時山だから、なんか、マップ機能しないっすよ。いや、これマジオワコンだなと思ったんですよね。マジか、マジか、入れとけばよかった。これ、これしかも夜中っすよね、もう真っ暗。これで俺止まったらやべえぞ、みたいな。そうしたらね、久保さん、こう走ってたら、 あったんさピンクのピンクのガソリンスタンドあって <laughs> こんななんかピンクのあってね思い出ですねそうでそこでねなんか多分などんなガソリン使ってるの分かんないようなガソリン入れたんですけどでもあ走れるやと思ってねまあ人生いろいろですね、はい、まあとりあえずあの知識と行動ですからまずはチキン野郎でも 稼げますよお金なくてもできるんだから今やろうと思えば知識と行動これだけでいけますで久保さんの領域に行きたいんだったら知識と行動をベースとしてお金を持つってことですねお金をどこに使っていくかっていうところですよねうんでもこの知識と行動の前提がないんだったらまああの無理でしょうね何事も何事もできないですよ、うん、だって ただ、LINE のやり方、ラインの使い方もね、知識がなかったら LINE 使えないんですよ。インストールもできないですよ。インストールするという知識がなかったら、ね。LINE すらできないですよ。そう。Apple ID どうすんのみたいなね、話じゃないですか。Apple ID って何ですかみたいなね。とか。<laughs> まあそんな感じなんで。うん、はい。いってらっしゃい。